柳沢紀園、柳沢紀園、柳沢紀園、紀元禄十六年七月十八日、千七百三年八月三十日、法暦八年九月五日、千七百五十八年十月六日は、江戸時代中期の母子、文人画家、漢詩人、服部南閣、祇園南海、北条桃河原と共に、日本文人画の先駆とされる。幼名はゴン助。 名ははじめ貞義、元服語は理教、里友と名乗る。後に、中国風に修して、流理教と名乗ることを好んだ。大大賢大友と称し、字は交尾もしくは組、木炎と交し、他に竹系、玉、桂の別号がある。よく知られた、木炎の号は、40歳頃から使用したと推測される。理教は、大老格で、甲府藩主で、 柳沢義康の筆頭画廊であった、曽根田もつの次男として、江戸丹田橋の柳沢藩邸に生まれる。父、捕角は、義康玄福の理髪役を務めるなど最も早から、義康に仕えた国王ので、早期に柳沢姓を許され、五千国の治行と義康の一時をも与えられるほど長愛されていた。このような主君との関係は次世代も続き、佐藤京の名は、 義安の子で、主君、義里の一時配慮した。李強は、すでに7歳の時、父の家禄を、兄ほまことと分して二千国を受け継ぎ馬回り役に、任ぜられており、特別扱いされた家臣であった。なお、母は、山崎高等の弟子であり、将棋をたしなんだ。幼少の頃より、判定において、エリート教育を受け、文部、諸芸に優れた才能を示した。 儒学教育は十三歳から受けており、同伴の時間である、お牛らいやその皇帝、はっとり南角に学び、書は、細い光沢に指示した。その他に、岡島冠山、大爆像の越宝道場などに影響され、中国の文化を身につけた。また、十五歳で、文実雑話を、その後に、聖老屋はを表し、また、聖老中牛図を描いたと伝えられている。 いずれも、現在まで伝わっていないが、その創熟ぶりが伺われる。8歳頃にはすでに狩野派の画法を学んでいたが、12歳にして、これを境外化していると批判し、渡辺修赤門下で長崎派の英元将、吉田秀幸に指示し、中国画法を学ぶ。義温南海と交流があり、画法を受け画布を送られている。その後独学で、元明から将来した古書画や、 消し縁画殿などの画布を模写しが論を学び、再色精密な写生画を収めた。将軍、綱吉の代が代わり、吉安は失脚のまま、没していったが、将軍吉宗木には、教法の改革に伴う、幕府直轄領の再編において、柳沢氏は大和国郡山藩に転望される。この頃、佐藤京は、若干20歳で、自伝的随筆、一人寝、 1724年を表しているが旺盛な、好奇心と探求心、また色ろに通じていた様を伺い知ることができる。理教は博学にして、多芸多才であり、武芸百般に通じていた。文は、師書画の以外に天国、戦茶、古都、笛、三味線、医術、仏教など、武は、剣術、僧術、休術,術、馬術、四季法などに秀出ており、 人の死なったのは十六項目もあったとされる。その万能は天才的であった。国学にも通じており、元織のりなや上田明成とも交流があった。兄誉誉の家は、教授が頻発し、誉誉が創生すると家が絶えてしまった。このためさと今日は一旦は家督を継いだが、不行席で家督相続を差し止めされる。千七百二十八年。 三百国を賜って、佐美旧絵門と解明させられ、すぐ後に五百国となって、曽根とシと再度解明した。おそらくはその気候とあまりの奔放ぶりのため幕府に睨まれることを藩が恐れたためと推測され、李教は多くの人と交友を好み、自邸にて異常と思われるほど、頻繁に宴席を催した。このため借金がかさんでいたと伝えられる。二年後に許され、 2500国を救される。有能な家臣として、寄り合周筆頭、大寄り合いなどを務め、三大藩主審、大鳥の画の主となっている。現存する経緯の作品は、これ以降のものが多い。晩年は、藩の障害を担当し、しばしば財政難に苦しむ藩のため金作に、奔走した。次には、周囲から妬まれ、銀子の甲に立身を格作したと残言されたようだ。 万年の法暦六年、1756年頃からは、万民の大役、諸国民の益のため、北前船を、張間国の市川と田島国の沿山川に通す、航路を開拓する計画に、自販と直接関係がないにもかかわらず賛同、その資金集めに尽力する。しかし、幕府の許可は得たものの、出資者の事情により計画は中止されてしまった。画倒れに終わったものの、 賛美で、趣味的な文人画家として語られることが多い気が、一方で、形成催眠の理想をうちに姫人間社会に対する強い関心を持ち続けたことを裏付ける逸話である。この計画挫折が響いてか、そのしばらく後に死去。去年56、大和郡山市大爆周発新院、現在廃寺に葬られる。佐藤京の死後、木村健阿志によって、彼の代表的な随筆、 運表雑誌観光、1796年されている。ただし、森先蔵はこの書を山崎美世の偽作と断じている。池大河の才能を見抜き、中国文人画を伝えた。後に、この大宮により、日本文人画は大成する。また少年期の木村健也指導にも、画技を伝え、画の詩として大河を紹介している。 李教は、日本文人が初期の画人として果たした役割は、大きいが、彩色や構図など文人画としては、異質長さ様だった。中国志向が、色濃いものの南州画の山水画が見出しがたく、文人の良きともいえる、牧畜図、筆ではなく、指で描くし、東図の技法を用いる場合もあるを除けば、北州画的な人物図、書き図を得意とした。後に、赤藩の柳田は、 紀元の死闘図を大絶賛している。なお、池大河は里京よりこの死闘図を伝授されたが、さらに発展させ手のひらまで使ったダイナミックな山水図を盛んに制作している。書き図は、鶴亭や河村弱子などの大爆集計、長崎派によるの彩り着色画の影響が強い。一人根は、京方九年、1724年24歳の時に執筆した随筆。 同年に、柳沢氏は、大和国軍さんへの転報を命じられており、その直後から数年の間に記されたとみられている。文章は、鎌倉時代の随筆、つれづれ草やい原西覚江島奇跡の用語を取り入れ、和文に漢文体を混ぜていると評されている。内容は、江戸、甲府における見聞で、特に遊女との遊びの道について記されていることで知られる。他、 会の知事や公衆弁の思いを記していることでも知られる。原本は現存せず数十種の写本が知られ、明治期にも出版されている。戦後には1965年、昭和40年に日本古典文学体系に収録。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。